お急ぎですか少し遅れてもいいですか運転手は乗客に丁寧に尋ねた後、素早く車から降りました。子供は本当はお父さんと一緒にいたかったのですが、多くのお金を稼ぐため、お父さんは夜は残業。ただ子供をなだめるだけでした。家計を目の当たりにして忙しく働く子さんは、私と家内の給料を合わせて10万円くらいしかない。給料は3人の子供を養うのがやっとの状態です。 人材紹介会社の調査によりますと働くお父さんの47.4%が副業しなければならないとしていますパートタイム雇用の割合は調査を行ってきた過去14年間で最高となっていますそのうちデリバリー配達員が最も多く18.5%次いでウーバーとタクシーが14.1%となっています 50歳のシングルファーザーのリさんはバイヤーの主任も務めたことがありますがリストラに2人の子どもを育てなければならずアルバイトをしようと思うようになったそうです大型自動車の免許を取得したしかも営業用車両だ2つの専門分野を持ちたい新型コロナとインフレの影響でお父さんはプレッシャーと苦難に直面していますが家族のためにはそれしかありません